主人か！光秀様を頼む。俺らにはもう止められねえ。バカ野郎、なんで謀反人なんかに手を貸すんだよ。光秀様、お前たちが思っているような方ではない。とても寂しく哀れなお方なので、教えてください。信長、私は一体誰なのですか。姫たち、天下、次元大使、それとも。お気をつけください。息遣いを感じます。光秀、何を申じる。たかが手足が。なんでよりによって明智殿なのだ。信長様をお支えできる数少ない方のはずが。ああ、光秀様もそうであれと願っていたようだ。私のこの刃を秀吉様の憤りと知れ。よくやったぞ、光則。秀吉が見ていると思えば、もっと力が出せるかい。光秀様は賢明なのだ。誰にも遮らせはせぬ。今ではもうよくわからないのです。私の一番の望み、それが一体何だったのか。神奈川通りに夢幻であるか。理解できるのはただ一つ。あなたが欲しい。あなたの声で生まれ変わりたい。甘みにもなく玉造ありかは座敷号か。光秀、是非もなし。絵師の任すら務まらぬか。使えぬ武術はのたれ死に。先へ進みたくば、それがしを打ち倒して進むがよい。お前なし、真にはついぞ恵まれぬか。気を緩めるなとは言わぬ。むしろ緩めよ、ゆるびとな。緩慢の先に何がある。憎しみが溢れ出すだけだ。ご安心くだされ、我らの優位は揺るぎませぬ。欲するところを授けん。余との生殺の場をな。ご随意に。これら犠牲の果てにこそ秀吉様の明日がある。杯よ、急ぎ余のもとに参れい。ますます立ち姿が鋭く、またお心の方で。それ式の討議にて余をもてなしぶると思う。やはりあなたこそ私がはべるにふさわしき男。その首を晒しておけ。道しるべにはふさわしい。一人の望みを叶えんがため、あまたのむくろが立つならば、
この人が進む先に俺の明日がある。どこまでも見ていきますよ、三谷様。所詮は全部強者どもの遊びってことだよ。人とならば戦えよう。だが魔王を相手にどうせよ。安心なさい、私が皆さんを守る。魔王が旗を目に焼き付け、それも物たる身の務めず。私の残骸ごときで逐一おののくな。それでも豊臣の陛下、弱気になるな。それこそ主を信じるのだ。までも強くなれるものか。認めよう、物は天魔の前にすら立てぬ。正義にかかわらず自らの様が消える、そんな予感がする。おい、この門扉を命と思えよ。はは、準備は良いな。行くぞ、者ども。三秀、うん。軍でよかった。裏切りが世を謳歌する。誰もが互いを殺しゆく。こんな世にしたのは誰だ。貴様ら全てだ。話しかけないでください。私は死ね。信長公だけを見ていたい。世が釘筋をかばうと思うてか。昇進こなた至りてようやく七四九物にひとしきと修霊。血の海、死の海に沈む。
ねえ物言え。いいだろう、気が済むまで斬滅してやる。私に似た男に見覚えた。なんたる偶然。やばいね。ひざまず。鏡表に悪鬼の光。時も人もなぜこぞって移ろいゆく。ついのひとときを遮るか、ケロが。総力を持って世に当たらなんだ。その豪華ミッション。違反を無せぬ。涅槃へ消えろ。この世は世も、ゆえんより逃れられぬものであるか。待ってください、信長公。またあなたは私を置いていかれるのですか。三成、お前の死を我は望まぬ。分かっているな。敗れる覚悟はできていたはずだ。黙して受け入れられよ。ひどい人。開いてあげましょう。誰を助けろと。この程度か。左近の気骨にすら及びもしない。誰にも文句は言わせねえ。たとえこの身が滅びようとも、私はずっとあなたのそばに。私の魂は秀吉様と共にある。だから私は何一つ失っていない。秀吉様、どうかお約束通り我が発言を差し挟む許可を。我への言葉とやら、しかと聞こう、三成よ。はっ。申し上げたきことはただ一つです。あなた様との出会いは、私にとって魂に刻むべき過去であると。魂に刻むべき過去。はっ。何があっても抱き続けるべきもの、家康が私にとって乗り越えるべき過去であるならば、あなた様とのそれは手放すなどあってはならぬ記憶なのです。それは例えば我にとっての半兵衛のようにか。はっ。まさかお前に教えられようとはな。それでこそ我が沢石田三成よ。秀吉様。ランサー君で平和